はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。今回は This is a Police の30日目プレイしていきましょうということで、例によって新聞一面からチェックしていきます。デビーズカフェ、衛生安全法違反で起訴。2指名はフリーバーグ、死亡率が出生率を上回る。これ異常事態だな。で、3指名、レッドキャット、レイプ犯から女性救助。レッドキャットって何でしたっけ？ちょっとよくわからないですけど、なんか事件に絡んでくるのかな？まあ、元気に今日も出勤していきましょう。で、アームストロング刑事は、今朝はひどい胸焼け。まあ、体調が悪いなら休んでくれ。で、パワーズは、徹夜で探偵小説。まあ、こいつも探偵小説か。帰宅して続きを読んでもいいですか？ダメに決まってるだろう。じゃあ、これでいきます。今日のシフトです。いやー、なんかもうちょっとうまい言い訳考えてほしいよな。いや、体調が悪いですって普通に申告してくれれば、働けとは言わないんですけど、いや、徹夜で探偵小説読みふけてしまったんで、今日帰ってもいいですかって言われると、いや、ダメでしょってなっちゃうじゃないですか。そのあたり少し考えて、なんか、発言してきてほしいよな。休みたいんだったら、本当にね。本気で休みたいって思ってるんだったら、そのあたりはちょっと、言い訳をきっちり考えてきてくれって署員には言いたいですね。さてさて、ペナルティーか。予算削減ね。まあ空きスロットあるからね。空きスロットをそのまま失いましょう。仕事スロット、警官は欲しいんだよな。てか全部欲しいよ。給料もアップしてほしいし、なんか1個でもね、オッケーってしてくれると嬉しいんだけど。で、喧嘩騒ぎですね。デザイア公園です。ちょっと様子を見ておきましょう。それよりも、まず視聴者じゃなくて警察署に行ってだ。リクルートできる人員が誰もいないんだよな。刑事スロットはいっぱいなんで、どっちかっていうと警官スロットが欲しいんですよね。予備人員のところも人はいないよね。しょうがない。諦めましょう。で、喧嘩騒ぎです。マニー・パーシュという年配の男性から、幼い女の子の父親と愛犬家との間で喧嘩が起きていると通報。愛犬家が飼っているロットワイラーがその女の子を驚かせてしまったらしい。2人が揉めている間にその犬は遊園地の方向へ走っていってしまったそうだと。まあ、これくらいだったらね、ケネディとゴーティエの2人で対処してもらいましょう。で、不法集会。なんかこっちの方が危なそうだな。市役所に対してデモが起こっている。20名ほどの市民が集まって器物、廃棄物税の増税について抗議。抗議者たちは暴力的ではないが、市の職員と面会を要求。まあ面会を要求か。まあここはじゃあ護送車を出しますか。20人もいるっていうなら、暴動に発展しなければいいなっていうところですよね、20人。エリック・バナーの葬儀ですね。警官、刑事。逃げられたか。このケネディとコーディエのコンビ、話にならないな。強盗事件ですね。おっと。強盗事件。こっちの方が危ないよな。ティファニー・リーが地元のショッピングセンターに来たとき、フードをかぶった男に出くわした。その男は彼女の高価なバッグを奪い取るとそのまま逃走。彼女は直ちに警察に通報した。ここは安全な場所じゃなかったの？犯人はまだこの建物内にいると思うわ。早く来て。なるほど。ここはじゃあ最優秀警官プラント。さらにケネディとコーティエ、この2人ちょっと鍛えてもらいましょう、プラントに。で、不法集会はどうなったかというと、お、逮捕したね。よしよし。
優秀な警官と優秀じゃない警官をこう2人合わせて派遣していった方がいいですね。で、強盗の方の進展がありました。犯人はショッピングセンターから逃走しようとしたが、警備員がドアを閉鎖。男は方向を変えて奥に逃げ込むと、他に出口がないか探し始めた。なるほど。まあ、男を追いかけましょう、まずは。で、犯人はスケートリンクに駆け込むと、滑って氷の上に転倒。体勢を取り直すと、ポケットからナイフを取り出した。ああ、男に狙いを定めましょう。警官が負傷したけど、逮捕はできましたね。撃ったんだろうか。狙いを定めただけで。今度は偽造です。またデザイア公園か。女が公園でテントを張って、数週間のうちに10倍ほど価値が上がって大儲けできる新しい通貨とやらを売っている。すでに長い行列ができ、人々が押し合い怒鳴り合っている。いや、こんな怪しいもん買おうとするやつがいるのかな。本当に行列ができてるのか。じゃあここはパワーズに、クラスプロテクター、この3人で行ってもらいましょう。そんな怪しげな通貨というかコイン絶対買わないけどな。数週間のうちに価値が何倍にも上がるなんて絶対ありえないじゃないですか。状況が思ってる深刻。本当か？ どういう状況でそういう状況になるんだろうか。まあ、じゃあここは売った後にケネディを出しますか。変な女がこう詐欺まがいのことをしてるだけですよね。まあ、だけって言うとあれですけど、なんかそのさらに増員が必要な状態とも思えないけど、まあ増員を出しましょう。で、続いては窃盗事件です。バスの停留所。フランク・コンロイの財布がバス停で盗まれた。すぐに気がついたフランクは友人たちと協力してスリの犯人を探している。彼らは視界に入る人物全員を疑い始め、状況は急激に悪化。へえ。ここはじゃあプラドにゴーティエ、このコンビで行ってもらおうかな。詐欺事件のコイン事件の方が早く解決して戻ってきてもらわないと。戻ってきてくれるね。警官が負傷。何？さらに金を見つけた。この金は。いや、これってさ、あからさますぎるよね。警察署に連行しましょう。聖ヨハネ病院での迷惑行為。大型犬を連れた男が病院へやってきた。その犬はリードにつながれ、口輪もつけていたが、患者にうなったり飛びかかったりした。犬を連れ込むのは病院の規定に反すると、病棟ナースが警告した。男がナースを、怒鳴って聞く耳を持たなかった。どうしようかな。一人でいいのか。じゃあここはミルサップに行ってもらおうかな。で、窃盗事件ですね。こっちの方は無事逮捕したか。どっちを逮捕したんですかね。その疑い始めてこう周りにいる人物全員にこう突っかかっていったやつが逮捕されたのか、それともスリを逮捕したのか。おっと、集団暴動。トウモロコシの記念碑。約100人ほどの群衆が公園に集まり、墓地付近にカジノを建設するという案に反対。まもなく軽トラックが何台もやってきて、数人の強固そうな男が中から降りてきた。彼らは無言のまま抗議に参加している人たちと喧嘩を始めた。無言のまま喧嘩を始めるって相当怖い状況だな。まあ、ただここはある程度人員を出していきましょう。スワットチームも出しますか。お、ミルサップ一人で逮捕してくれたか。さすがミルサップだな。数字出てると思うんですけどね、星の数字。この150っていうのが一つの目安で、まあ、150あれば平均的な職責をこなせる人物ですね。トウモロコシの記念碑。喧嘩は激しさを増し、武器を持っている者もいる。なるほど。それに対して空に向かって発砲し、群衆を鎮めるか、公園包囲し、落ち着くよう皆に促すか、喧嘩に加わり、フーリガンを拘束するか。いやー、ここはどうしようかな。空に向かって発砲しましょう。大丈夫だね。まあ、ここはスワットチームも出しましたからね。
さあみんな戻ってこい。もう夜の22時だけど、まだ暴行事件とか起きるんだよね。所長大変だよな。若い DJ が店から出る際に男と、黒と赤の防寒、ガウンを着た奇妙な男に出くわした。その男は DJ が手に持っていた栄養ドリンクを叩き落として人間の血を飲むメリットについて語り始めた。ああ、なんか危ないやつだな。彼の態度は脅迫的になり、闇の力から身を守るための金銭を要求してきた。二人は喧嘩を始め、DJ は複数回にわたってこの男に噛まれてしまった。噛むんだ。この男は通行人や怯えている10代の若者グループにも挑発的な態度を取り始め、それから年配女性の肩にもかぶりと、がぶりと噛みついた。年配ってどれくらい年配なんだろうか。それにもよるよな。ここはミルサップとコーティエの女コンビを派遣しましょう。このところ連日の激務だからな。朝の7時から夜の2時3時までずっと働き詰めですからね。今日は検挙率そこそこ高いな。なんか犬の騒動で逃げられた一件以外は全部逮捕してますね。検挙率は非常に高い。というわけで次の事件が起きる前に勤務を終了しましょう。そうか、今日は3時にバーでローラと話すんだったな。なんかぶん殴られたんですね。なるほど。これはつまりゲームオーバーということだな。いやー、なんかあっけない終わり方になっちゃったな。マジか。そういうこと？いや、そういうわけじゃない。デイ55まで飛んでる。デイ30からデイ55まで飛んでますね。ってことは25日間昏睡状態だったんだな。よかったよかった。いや、ゲームオーバーになったのかと思いましたけどね。現世にカムバックできたわけだな、この俺は。For God's sake, Martin, tell me it's you running the department.
誰がでもぶん殴ってきたんでしょうね。いや、なかなか壮絶な展開だな。30日から55日、56日、57日となって今日が記者会見ですね。マジか。新しい車をゲットしたって、これを買いに行ってたの？いや、そんな金ないはずだけどな。新しい洋服もゲットしている。しかも、マジか。ハゲじゃなくなっているぞ。新しい自信を手に入れた。今日からあなたは最強の戦士だ。邪魔するバカどもには容赦しないと。なるほど。サングラス。おー、なんか一気にかっこよくなったな。いらっしゃいませ。はい、何かお探しですか？ああ、自分で探すからほっといてくれ。自分で探せるからお気遣いなく。目当ては決まっている。まあ、ここは自分で探せるのでお気遣いなくだな。久しぶりのこの選択肢形式ですね。まあ、こん中だったら紫かな。黒とかの方がいいんですけどね。しかもなんかちょっとレイバンチックな箱に入ってるっていうのがまだいいですね。新しいサングラスを手に入れた。きっとルックスだけでなく気分もガラリと変わるはずだ。なんかだいぶファンキーな展開になってきましたね。カツラも買ってたし。な、捨てるの？500ドル。500ドルってだって5万円でしょ？5万円のサングラスって結構いいサングラスだと思うんだけどな。このポールセンって何者なんだろうな。このポールセンの動きが気になるな。このポールセンっていうのは、過去の警察署長。いや、わからないな。何者なんでしょう。
久々の記者会見だな。一番最初にゲーム開始した時にも記者会見ありましたよね。それ以来の記者会見になるかな。さて、記者会見だ。おはようございます。ボイド所長、髪型を変えましたね。そうなんですよ。実はハゲ頭を隠すためにって 生まれ変わったような気分なんです。なので髪型も一新しようと思いました。あなたを襲ったのは誰だったんですか？いやー、わからないんですよ、本当に。男なんだ。あなたが所長として復帰するのかについて視聴者からはまだ発表がありません。市長はあなたの意向を尊重してくれると思いますか？いやー、ぜひ尊重してもらいたい。今回の事件があなたに及ぼした影響はまだわからないですよね。なんか無難な記者会見だと。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあその他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。